だフリーザフリーザあったな、あれってゴールデンフリーザのとか復活の F この間見たんだけどさ、やはりご飯ちゃんが弱々で、なんかご飯ちゃんなんか、いやご飯ちゃんやぜご飯ちゃんご飯ちゃんが強くなきゃ嫌なの。まあでもね、そっからね挽回したからね、うん、潜在能力だけはあるけど、ご飯ちゃんが戦いたくないからしょうがないのよね。なスーパーヒーロー映画館に見に行きましたけど2回ぐらい勧められた時見に行った。みんなね、スーパーヒーロー最初見た時は、え、これ面白いのみたいな感じで、なんかね、新しい人造人がね、2人のポスター入ってるから、え、どうなのってなってた人多かったけどね、うなたんがね、いやこれ面白いかなって言ってね、で見に行った人はみんな全員面白かったって言ったのよね。やれやれなのよね面白かったでしょ。何番目くらいに好き、そっ順番とかつけないでいただけの。ごはんちゃんが主人公ね、悟空とか出てこなかったもんね、ちょっとしか。ガンマ好きになる、あそこは泣けるかな。まあでもごはんちゃんのスーパーサイヤ人2が好きだから、やっぱりあの宇宙からやってきたあれのあれが一番好きなのだ。ボジャックどうだっけ、銀河ギリギリぶっちぎりのすごいやつだっけ。これがこれのね、ごはんちゃんがスーパーサイヤ人になる瞬間のね、このね、あのね、あの絵がね、すごいポワポワポワってこう切り替わってくるところがいいんだよ、うん。まあ、とりあえずみんな懺悔好きなんだから可愛いからって、懺悔かわいそう、他のやつはいいのか。まあでも懺悔はなんかこう縦にされたみたいな感じだったからな。最初ベジータ様が出てたのはもう悟空がいないから、もうやる気そがれちゃってんだよ、俺はもう戦わねえんだわ、もう悟空がいないと何もできないのよね、息の気力もなくなっちゃうのな、俺は何のために生きているんだって、もうそうなっちゃってんだよ。ごくベジーとかちょっとそういう風にしないでいただけますかね。うなたんそういうんじゃないんで、うなたんはノーマルなんで、悟空と父とかブルマとベジータっていうね、夫婦ならいいのよ。なんだよピコハンだかピコメシだかわからないと変な名前つけないでほしいんですけどなんなのその略し方、違うから、そういうんじゃないから、フュージョンだと思う。フュージョンはね、同じ木じゃないとできないんで、フュージョンできません。体格も違うだろうが、ゴクリンってなんだよ、変な名前つけんな、なんなの。あなたはそうじゃないんだ。なんで悟空と父はあんまりイチャイチャしないんだけど、あの魔人ブーじゃないよ、セルゲームの前に悟空があれか、心臓病が治って悟空が出かけ、もう行っちゃうよってところで、悟空と父がイチャイチャするところは好き。え、悟空なんか悟空ってえっていうね、あそこの衝撃、ふむってなるならね、さらっと見ちゃうとね、え、いつ悟天、なんで悟天がいるのってなっちゃうけど、実はねっていうのが分かるならね、うん、だってあの後ね、セルで死んじゃうから、え、なんで悟天が生まれてるのってなっちゃうから、え、深読み、え、てかあれってそういうことじゃん、だってさ、だってそうだよね、ね、だってそんな感じだった、あれはスケベじゃないなのけな、普通なの、普通でしょうが、苦行の鳥じゃん。